どういう影響、例えばみんな聞いたことあるかな、こういうですね。で、このもう最初から例えばそうですね、一種これは間違った和音とも言えるんですよね。これがメロディーですよね。だからそうですね、こんな和音でもいいわけなんです。戦場のメリークリスマスの一小節目を見てみましょう。このメロディーに組み合わせる和音を伝統的な西洋音楽の規則にのっとった場合の例として坂本さんが弾いたのがこちらです。メロディーを印象づけるミのフラットが和音にも含まれています。このような和音を選ぶと全体が落ち着いた響きになります。一方、実際の曲で使われている和音はこのようになっています。メロディーを印象づけるミのフラットは和音には含まれていません。なぜ坂本さんはこれらの音を選んだのでしょうか。まあ、わざとこういう和音の上にこう来てるわけですね。それが一緒に響くとこういう音になります。これはさっき言ったこれが13でこれが7です。そうすると一緒に鳴らすとこういう音になります。その響きをわざと使ってるわけですね。この和音の最も低い音ソのフラットに対してメロディーを印象づけるミのフラットは13度の音です。さらにメロディーの中のもう一つの音ファはソのフラットに対して14度の音ですが、これは7度の音の1オクターブ上なので7度とみなされます。つまりこの和音はメロディーで使われている音が7度、13度となるように選ばれているのです。続いて2小節目を見てみましょう。で、次の音はありますけども、これはさっき言った、これが9番目の9の和音です。で、その上にで、実はこの音がですね、9、11、13、また出てきました、13の音です。だから、こういう響きが全体としてはすると。2小節目でも、和音の最も低い音、ラのフラットに対して、右手のメロディーの中のファが13度の関係になっています。で、三小節目。これはその上にやっぱり含まれてない音が乗ってます。で、全体としてはこういう響きになる。そうするとこれっていうのはこういうちょっと日本や前に聞いたガムラン音楽のような響き、響きと、まあ、共通性があるということで、少しこう東洋的なアジア的な響きになるんだけど、その下には割とはっきりそのヨーロッパ的な支えているとい
ますよろしいでしょうか。その先に、まあ、それを繰り返しますね。それでずっと同じあのメロディーばっかり繰り返してると面白くないので少し変化つけよう。変化が来ますね。この最初のこれ今まで出てこなかった響きですよね。だったのがいきなりこうなります。これは何を隠そう9の和音で、これは全部9の和音全部音を使ってます。だからその手前までは割と抜いてたのがここで初めて全部使っちゃうというところで少し変化がきます。でこっちも同じく9の和音また9の和音、さあここで変化がまた来ます。今まで出てこなかった和音ですね、やっぱり分解すると7、9、11とここが11で次のこれは、13です。だから9、13でしかもこの13のこの音はこの全体の調である、変老単調のに使われている音ではありません。変老単調は、レがフラットになりますね。レのフラットです。ところが今使った13の音はなんとその半音上のナチュラルな、こうだから一緒にやるとこんなにぶつかっちゃうんだけども、わざとというような、まあ、変化をつけるということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。結構だ。あのだから直接的にドビュッシーのこの部分とかラヴェルのこの部分というわけではありませんけども、アメリカのジャズのピアニストのビル・エヴァンスが影響を受けたのと、まあ、似たような感じで、僕も全体として彼らが追求したその和音の面白さ、和音の豊かさ、そのパレットを増やしたのを、まあ、僕も受け継いで影響を受けてこういう曲を作っているということです、うん、それで最終的にそのドミソとソシレっていう風なね、うん、そういうこうがっちりした枠をもっとこう自由にある種フレキシブルにで浮遊するようにしていったっていう流れはありますね。あ、ごめん、それはまた大事なところで、変路単調の曲なのですが、本来であればその曲っていうのはその調の、手話音からトニックの和音から始まるべきなのに、この鮮明の曲は、わざとこうサブドミナントと言いまして、こうじゃなくてこっから始まってる。だからその前に聞いたドビュッシーなんかにちょっと似ていて、頭だけ聞いたんでは何の調なのか少し分かんないということになるわけなんです、うん、それもやはり調がこう曖昧になるっていうことの一つの効果ですね、はい、いいですか。ポリポリポリというわけで、だからそのビル・エヴァンスなり、はい、あるいはその坂本龍一なり、つまり今に至るまでこういうその19世紀の末からね20世紀の頭に、うん、フランスでドビュッシーとかサティとかラヴェルみたいな人が今までの固いがっちりした構築の枠を外してちょっと自由に音楽をやってみようと、そうするとすごく浮遊する豊かな和音が出てきたり、で場合によってはもうその音楽の外にあると思われてたようなノイズとかも音として面白かったり、そういうのが開けてきた、その大きい影響のもとにあるっていうのかな、延長上にあるとも言えるんじゃないですかね。なるほど。